Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。福島競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、ダートともに寮で行われます。出場全14チームを紹介します。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのは12番ホワイトバランス、なかなかいい感じ、縦長になろうとしています。その外からは情熱のバラ、そして4番手に10番アドバンスであります。それからもう1頭14番シャイニングジュエル、そしてその後ろから1番バカラストファルル、その外13番メルディー。さあ全国から集まったスターホースの頂点に上り詰めるのはどの馬か。ホワイトバランスは3番手といったあたり、シャイニングジュエルも懸命に追う。先頭は悟り海岸、シャイニングジュエルが2番手、悟り海岸が先頭だ。外から懸命にアーイストビート、1着悟り海岸。第1レース1着12番、2着9番、3着14番以上のように確定しました。プレミアカップ1200m、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。レッドゼッペリン先頭、そして12番ジャンバルジャン、5番トアライイング、外から1頭13番バスカレード、そしてその後ろから6番月の1番アサシンバルズ。外から行こうというところ、これが1番人気のサガティアリー。この手応えはどうか。さあ第4コーナーをカーブしてナンバーワンを決する直線勝負。サガチュアリー直線の伸び足はどうか。チコクインスパイアが3番手、ジャンバルジャンも懸命に追う。1番チコクインスパイア、2番手にジャンバルジャン、この辺りで先頭はジャンバルジャン、白い帽子チコクインスパイア、1着ジャンバルジャン。第2レース1着3番、2着1番、3着7番以上のように確定しました。
ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのは11番そして1番人気のバラマキクイズ、うまくいっているんではないでしょうか。そしてその外に7番クロマニオン、そのうちからはズンちゃん、そして外からはアブドゥラザブッチ、それからもう1頭ヤス、外を通りまして10番カワヤに行きます。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。バラマキクイズは3番手先頭に踊り出すことができるのかどうか。2番手にアイガーサクちゃん、バラマキクイズも懸命に追う。1番アイガーサクちゃん、ピンクの帽子、バラマキクイズ1着ゼンちゃん、2着アイガーサクちゃん。第3レース1着2番2着1番3着14番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのは8番6番ブレイザーであります。4番ピースオブマインド、外から1頭7番ザブルーハーツ、内を通りまして5番お金パワーハビキの、外を通ってベルエトワール、そして内からは11番フェーン、精神的支柱が上がってまいりました。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。小次郎ラビが直線の伸び足はどうか。外から懸命に坂下、内から1頭ダマモルイヤル、かわした2番手にベルエトワールだ、1番精神的支柱、先頭はビースオブマインド、1着ビースオブマインド、2着お金パワーハビキの。第4レース1着4番2着5番3着以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのは14番ラモンデッカーであります。縦長になってまいりました。9番オーマディアブロス、外から行こうというところ、その後ろ3馬身くらいあって5番グリーンランプ、そのうちトリプルブルーメダル、そして外からは11番シュバルツチャッキ。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。ラモンデッカーは3番手といったあたり、依然先頭エペシュナイザー、白い帽子デレヨ、3番手にシュバルツチャッキ、エペシュナイザー先頭、デレヨも懸命に追う。シュバルツチャッキ先頭だ、内から1頭デレヨ、1着シュバルツチャッキ、2着デレヨ。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に12番3番2番4番11番以上のように確定しました。